はい、どうもシコフです、今日も開封動画を、上げていこうと思います。さあ今日はですね、今日は珍しく新品ですよ。でさらに最新作ですからね、なかなか僕としては珍しいんですが、じゃあ早速ね紹介しよう。じゃあこちらです、ノーマンズスカイっていうゲームです。まあ、ジャンルとしてはアクションアドベンチャーっぽいですね。でだから宇宙を探索して、その惑星にの、まあ、到着してって、惑星どんどん調べてって、なんかその生物とかこういう感じで、なんか見知らぬ生物とか、これなんかなんすかね、あんまりその敵対する勢力みたいなのあるみたいで、この戦闘とか、あといろいろこうやってなんかサバイバル要素もあったり、探索要素、これもなんかいろいろと惑星があってですね、無数になんか楽しめるみたいなことが書かれてます。で FPS なんですよね。 これの画像を見れば分かるんですけど、 FPS で、まあ、探索型のゲームなのかなっていう。でところどころ戦闘もあったりとかして、結構面白いのかなと思いました。とりあえず開けてみようかな。これ Amazon 評価見たんですけど、星3ぐらいだったんですよね。あ、評価が割れてるっていうか、ちょっと待ってよ。なんですかね、人を選ぶゲームらしいです。僕は雰囲気ゲーが好きなので多分大丈夫だと思うんですけど、雰囲気ゲーがあんまり得意じゃない人はちょっとあれなのかなっていう評価を目の当たりにしましたけど、じゃあとりあえず開けましょう。はい、新品なんでもディスク入ってますね。でちょっと待ってね、プロダクトコードがあったんでこれ隠させてあげて、まあこんな感じ。これコードですね、この紙で。ディスク、これいいんじゃないですかね。まだちょっと謎が多いので、やりながらなんか体感できればなと。結構面白そうなんでね、ちょっとインディーズ感もあって、なんかそのなんですかね、まあ、一応価格としては5500円ぐらいだったんですが、ちょっとインディーズの感じ、ダウンロードゲームの感じがちょっとありますけど、でも5500円なんでそれなりに遊べるとは思うんで、まあ、楽しみたいなと。これも実況予定です。もう早速実況しようと思うんで、今日から、今日の夜くらいからやろうかなと思うんで、ぜひ楽しみにしててください。こういうゲーム好きな方はぜひ見に来ていただきたいですね。はい、というわけで、まあ戦闘がそんなにメインっていうゲームでもないと思うんで、まあ、探索の方をちょっと楽しんでいければなと思ってます。はい、でまあ今日は短いんですが、まあこの辺でちょっとよくわかんないので、あんま予備知識もないので喋れなかったんですが、まあこの辺でノーマンズスカイの紹介を終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。